にちは。こんにちは。見て、なんか変わったとこありますか？キクさん、スターありがとうございます。髪色クラクしたんです、わかりますか？こんにちは。前髪あとね、切った。薄そう石なんですけど。ひげなあさん、キラキラありがとう。今日のテストは無事終わりました。終わったって、テストが終了したの方じゃなくて、危機的に終わった。いや、昨日は結構頑張ったんですけど、山が外れたというか、みんな難しかったって言ってたから、でも問題が難しかったんだと思う。ということで、切り替えて病院に行ってきた。こんにちは。中言テスト、まあ、まじまじです。ひなちゃん、ラブありがとうございます。まじまじの方ですね。こんにちは、ひみかちゃん、ラブありがとう。わかりにくい色、今回もアッシュ、いつもアッシュ系なんですけど、めっちゃ美容師さんにも褒められたぐらいいい色になって、この色めっちゃいいって言われた。なんかやっぱり赤み系よりもこういうアッシュの方が可愛いですよね。あー、ユナがね、似合う人はいいと思うんですけど。そう、もう来年は今回の取れてたらね、ないの。こんにちは。でも今日夜ピラティス行こうと思ってるから、ちょっと空き時間。夕方とかないから、あんまりピラティスのレッスンがさ、夜になっちゃうのよね。里道、だるまさんありがとうございます。髪暗くしたな。こんにちは。雪降ってない、今日寒すぎてびっくりしちゃった。31日来てくれるの？雪降ってた？なんか寒すぎて鼻が痛かった。嬉しい、会えるの超嬉しい。ペンライトカラーはアイスピンクと白、久しぶりに見れるのかしら。クッコッコこんにちは。え、無理、明日からもっと寒くなる。無理だよ、ゆうくん、冬眠しようかな。テストまだ終わってない。今週いっぱいテスト、今週の金曜日終わる。
アニャンチンチがやむって知らせあった時かメインチチンチンハッピー知らせて、嬉しい好きちょちょちょチャンピアさん神ありがとう、こんにちは。なんかあの独特な辛さの匂いがするけど NN ビーチ髪の毛綺麗な自信はあります。シャンプーの CM 待ってます、シャンプーの CM 待ってます。毎日さシャンプーしてるところ写真と写真ちゃうわ、動画あげようかな。やべえ、できへんこと言わんとこ女のあの人間が一番ブサイクであろうシャンプーしてる瞬間を動画では撮れないですね。こんにちは、質問です、何じゃないかいですか。毎日顔を撫でのでしてあげてるからですとかって、こんにちは。皆さんも自分をめでてあげてください。よしよし。なんかね、なでなでて自分でやるのもいいらしいよ。知らないけど、多分。なでなで。こんにちは。今のカラコンの色にも合ってるよね、この髪色。ジェンティー V さん、おはずありがとう。はじめまして。今回初 M、嬉しい。めっちゃ好きだと思う、M の感じ。衣装とか。なのが犬の目をって言ってるのが一番髪の毛綺麗、知ってる知ってるとかありがとうございます。カラコンはいつもつけてるやつの色違い版。こんにちは。てかここの部屋マジ寒いけど、向こうさ人いるからこっちしかできないの。こんにちは、キューキちゃんがいるので。お疲れ様、ありがとう。風邪いくん、うん、いいのね、待ち待ったかな、嬉しいです、楽しみにしててね。チャンリックくん、ラブありがとうございます。こんにちは。カッキー、シュリキャン、ありがとう。うん、ちょっとここ家だと思われるの嫌だな、こんなの壁が破れてるから。こんにちは、いちごみねくんのかき氷。ドド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 ド。昨日みえちゃんよく話すのになっちゃって言ってた。うん、だって仲いいもん。こんにちは。ドルルドルル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 チャンピオンさん、かわいい、ありがとうございます。最近全然自撮りしてなかったから、今日久しぶりにさ、その髪の毛美容院行って美容師さんに写真撮ってもらったから、もしかしたら載せるかも、インスタに。もしかしたら載せるかもしれないし、もしかしたら載せないかもしれない。よかったらね、私インスタと
ツイッター X もやっておりますので、フォローしてくださったらとてもとても嬉しいです。もうすぐでインスタのフォロワーさん 2.3 万人さんに行きます。てかさ、ツイッターさ、なんか日に日に減ったり増えたりしてる。フォロワーさなんか全然増えないけど、ちゃんでくくん、ここありがとう。そうそう、今日さ、昼さ、そのところめっちゃ急いでご飯食べて、あのテスト終わってすぐに美容院行ったから、あの30分ぐらいしか寝なかったからね。あの百貨店でなんかパッと食べれるものを探そうと思って、なんか食材売るもののとこ行って、でね、なんか切り身、練り物っていうんかな、なんだろう、かまぼこ、かまぼこみたいな切り身こんにちは、タコのあの平天とかのやつのタコとホタテをかぶりましたそしたらめっちゃ美味しかった。こんにちは。練り物？練り物かな。おでん。なんかとりあえずすり身、すり身練り物美味しかった。こんにちは。つみれじゃない、つみれじゃない、平手みたいなやつ、あのなんかかまぼこみたいな。しにかりくん、おっぱありがとうございます。今日なんかお目目がおっきい。ラベちゃん、クマありがとうございます。こんにちは。お腹めっちゃなってんけどこんにちは。カジニャン、ペンライトありがとうございます。ラベありがとう。ラベちゃん、ちくわぶこんにちは。じゃこ天、早く新シングルに見直し話したいことある。それもね、なんかさ、予定ないと悲しい。次いつ会えるんだろうね。いもちゃん、だるまさんありがとうございます。髪はツヤツヤ。ツヤツヤ。揚げかまぼこか。一瞬焼き鳥食べようか迷った。こんにちは。焼き鳥の皮も好きなのにな。カチーミンさん、ハートありがとうございます。ゆっくん、ピラティス始めてからなんかさ、
筋肉ついてきたんですけど脂肪が落ちてないんですけどだからなんかあんまり痩せた感じしないんですけど、なんかあの引き締まってはいるんですけど見た目が引き締まらないっていう、なんか弾力があるんですけど脂肪が落ちないこんにちは、ボディービルダーみたいですよね。こんにちは、さなちゃん、ラブありがとうございます。そうけど骨格ウェーブはなんか脂肪燃焼しにくいらしい、有酸素運動を取り入れないと。こんにちは、なんか書いてた骨格ウェーブの痩せ方みたいなんで、けどもうなんかもうピラティスのはもう動き慣れすぎて、ママと行った時にもうユナがあのなんかあのマシンを動かすんですけど、ママのもやってあげてるんですよ。あの自分でやらないといけないけど、みんな慣れすぎてて、いやすぐ帰れるから。骨格はなんか自分の体見て考えた、考えたっていうか診断してもらったわけでもないけど、もうバリバリ骨格ウェーブだろうなって思いました。まあ骨格ウェーブは痩せたら最強って言うので頑張ります。こんにちは。いつかだからなんかいつかさ、いつかこんにちは、みんなに教えれるぐらい上手くなりたいなって思います。人に教えたりするの好きなのでやっぱり。こんにちはなので。今そういう意味でも学んでいます。よいちさん、ラブありがとうございます。リセクシーペアディション、そうでもさ、いうのマシンだからな。市販、こんにちは。まあそのために説得力のあるね体型になれるように、周りというのは後輩とかに不利欲しいの上手い方だと分かんないけど、こんにちは。あとバレエやってた時もからなんか教えたりはしてたので、見つめ合って目視線に唇から唇へと愛が伝わった。こんにちは。ユナのメイクとかヘアセット大好きだから、全部コミのスタイルブックみたい。嬉しい。確かになんかこだわりは強いかも。なんか前髪もさ、今日一回美容師さんにやっていただいたんですけど、こだわりが強すぎて、すいません自分でやってもいいですかって言って、マジこだわりは強い。オリジナリティで生きてるからこんにちは。けどオリジナリティで生きてたら流行にさ、こうけど頑張って流行もちょっと追っていこうかなって、そのこういうねアイドルだから
仕事、仕事というかアイドルさせていただいてるので、なんかそういう流行にも敏感にならないとなって。今ほんと流行の音楽もメイクもまあファッションはまだ取り入れてるか、音楽なんて全然聞いてなかったけど聞かなきゃなと思ってます。けどだからね、あの髪の毛も今流行りの毛先重めの、なんて言うんだろう、こういうさ、ここ前が長め、前下がりまでいかないけどそれぐらいのヘアスタイルに変えました。前までは前上がりだったんですけど、同じ件の時もいろんなセットしてくれるけど全部上手かしか教えてほしい。いやそっくりそのまま返します、その言葉こんにちは、ゆっくん久しぶり。髪の毛暗くした、これぐらいのがいいよね多分。ゆな、なんか茶色かったらゆなはなんか派手に見える、派手に見えるというか、なんかもうちょっと暗めのユナは清楚っぽい方が好きだから。清楚まではいかへんけど、どうなんかあのハワイアンガールを目指してるかどういうことこんにちは、無敵な笑顔で荒らすメディアン、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリアン、完璧で嘘つきの君は、が今流行りの曲じゃないですか。こんにちは。けどやっぱロングってやっぱ可愛いなって、なんかあのとあるモデルさんの方でなんかめっバリバリロングやった方がショートにしてあったんですけど、なんかやっぱバリバリロングの方ってロングの方に可愛いなって思っちゃったり、あ、てかめっちゃ寒いここここめっちゃ寒い。こんにちは、天才的なアイドル様、やっほー、ボブ、どうですかボブ。で、幼くなると思うので、ボブしたらもっと。こんばんは、ボブにした瞬間ショールームの何々さんがフォローしましたって、マイリちゃんおにりぴありがとうございますって言ったってことはボブ好きってことですかこんにちは、綺麗なお姉さん変わるかなフレッチありがとうございます、こんにちは。スタッフさん、今日見たい、何これ、なんか弾いたらありがとうございます。
Can you say シマンガト？What do you mean? どういう意味？こんにちは。かわいい、ありがとうございます。インドネシアからありがとうございます。 Please follow me。 こんにちは。お日さわいです。わあ、 Please follow me って言ったらフォローしてくれた。インスタグラム。そろそろ終わります。最近肌調子悪いねん、ゆっくんの肌乾燥してるのかな、冬だから。悲しい。チャームポイントのお肌13位、よっちゃみさん、12位りんくん、11位ゴジさん、10位藤丸きょん、9位チャンピオ、8位なべちゃん、7位チャンデックくん、6位さとみち、5位野原しのすけのすけくん、4位そのちゃん、3位まいるちゃん、2位ふみかちゃん、そしてはるちはひーたろでした。ありがとうございました。そのちゃん、ココありがとう。ルルルンから出た新しいピンクのパック、やってみよう。ヒータローに萌えゼリフもね。3、2、1。ヒータロー、最近思ってたんですけど、その恐竜は何ですか？もしかしてタツドシのつもりですか？はっはっは、面白いですね。まり一言みたいなんだ。ありがとうございました。こんにちは。やっぱりそうなんや。こんにちは。面白い。テストもピラも頑張って。ママもさ、ティラピスっていうね。ティラミスみたいじゃない。ピラティスっていうんだけど。いつもティラピスっていうね。ピラティスですよ。こんにちは。頑張ります、ありがとうございます。体に気をつけて、朝一シーンも後で見てください。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ、またねー。